情報を書かないといけないですよ。ちょっと1本ぐらいずつですかね、はい、こう入れまして、はい、そしたらこれにピンクのご飯を乗せていきます。ピンクのご飯は花寿司の素っていうんで全部でもいいんですけれども、ちょっと余ったらしくなっちゃうんですよね、全部だと。だからでこれをここ両端1センチぐらい開けて、この上にこう乗せていきます、はい。本当はね、先生のやり、その上の先生のやり方だと、これまでグラムで測るんですよ、ちゃんとサランラップで。それは私には無理なんですよね。ちょっとだからごめんなさい、いい加減で、ね、はい。でこういうふうに巻きすは表裏がありますけど、平らな方に乗せて、それからまあ、大体真ん中辺に乗せますので、両端ここぐらいは開けといてください。はい。でこれを縦に持って、これとこれで転がすように、こうやって、あら、あすごい、ね、転がす、そうそう、こんなこうコロコロってやれば、あら、そうするとこんなのができます。まあ開いても大丈夫ですので、はい、これを5本作ります。まずはね、はい、まずやっちゃいますね。コロコロっていうのが面白い。いや、あれ何のことだ。なるんです。これ入れなくてもいいですしね。紅生姜は入れなくてもいいです。私は普段は面倒なんで入れないでやってますけど。入れないです。入れなくて。大橋の場所。大きな場所。焼き節を美味しそう。ですね。あら。それが不思議。できるよね。はい、これできます。一枚一枚ね。びっくりした。できますよ。自分は自分でやるのね。先生読んじゃ。ダメ。自分は自分で。そうですね。自分でお願いします。やってみて。やってみてね。でも使うだけ使ってやってください。残ったら足んない人は別な方からもらってやってください。それが周りのこの海苔がこう出るからいい。ダメな。ダメな。そうか。ちっちゃい。片方も三等で片方だけ。のりは裏表ありますからね、はい、うん、つるつるした方を表ですけど、まあ、中に入っちゃえばよくは分からないので、間違っても大丈夫です。はい、食べちゃうから同じです。エコちゃんがムービーで撮ってください。これはね、梅の花です、ね、はい、梅の花の芯ね、その丸いところ、はいはい、いや、両方やってます、両方やったらいいね。あとバラの花にも紅生姜ちょっと使いますからね。で今日は真ん中芯はチーズを使います。チーズがない時は手元にあるさっきの卵焼きが変になった場合はあれを細く切って、はい、ごぼうでもいいし、はい、何でもいいです。はい、そし5つできたら今度これをね、芯を作るんですけど、これをまず5本上向き、重なりを上向きで、なるようにね。その時3本目はちょっと内側にします。これ平らだとよく入らない、こうですね、少しここで丸めるようにして、はい、はい、でここにチーズをね、これ2本ちょうど入るんですよね、どうにか、ね、こう入れますね、はい。でまたこれかぶせます。これ離れても大丈夫ですからね、こうやって今度離れたのを下向きにして、でこうやってやって、これをまず一旦こう作っとくんです。だから小さいのと大きいのが本当は必要だったんですけども、あ、まあこれで置いといて、そしたら今度別な大きな、あ、そういうふうにありました、ごめんなさい、はい、あ、これね、はい、うわ立派、こう下ろしていきます。今度卵をですね、これに今度ご飯を、焦げ目はこれ穴したね、もし焦げ目があったら、これはそうそう下向き、下表最初にね、焼いたままこれご飯をね、あ、大体冷めたんですね。でこれも何グラムって決まってるんです。でそのレシピには何グラムって書いてあると思いますけど、まあ、300グラム、うん、測らなくてもね、大体で、あんまりべちゃっとやっちゃうとあれなんで、まあふんわりですね。で両端はきちんとこういくようにしますね。結構乗せるね。そうです。でここはギリギリまで海苔と違ってやっても大丈夫です。ギリギリまでやっても、はい、やっても大丈夫ですね。卵はね、後ろが重ならなくても大丈夫なんです。海苔は口が開いちゃうとちょっとまずいんですが、で平らに乗せて、大体ご飯が平らで両端はぴったりね。でここにこれを乗せてね、
構載せますね。あ、これはバラの花に使うか。真ん中より手前ですか。はい、これで先生のこれはこれ、これ真ん中でいいです。真ん中で。これしかないんですね。で、私はここにこう緑のをやったりするんですが、葉っぱやるんですけど、あのこのレシピだとこれだけなので、はいはい、一応今日はそれだけでやります。もし花葉っぱつけたかったら、これを海苔をここにこう乗っけて、うん、で、きゅうりでも野菜菜でもグリーンのかんぴょうでも何でもいいですので。一応今日はこれで、これをまたこう横にしてこれとこれを合わせるのがいいんですけど、でご飯が足んなかった場合は一回外してこう見ても大丈夫ですので、はいはい、海苔はちょっとダメなんで外れないんだけど、でご飯が足んないようだったらここに二飯って言うんですけど、ここにご飯を足してもいいです。あら、はい、分かった。それでちょっと強め、これはたまたまご飯が今少なかったからね、で両端は、あ、うん、あのこれだと大丈夫です。本当は濡れ布巾でこう押すんですけど、うん、これで大丈夫ですので、あら、はい、あ、それで切ってみますか。はい、はい、あ、包丁がすごい、まだ大丈夫ですか。まだ大丈夫です。あります。ケブちゃん切り口今すぐからね、はい、いいかな。大体8個くらいに切るんですけど、あ、そのまね。あとバラの花。あとはもう一つはバラの花だから巻き始まっちゃえば早いので、とりあえずあの8個に切るんですけど、大体いつも切ってるからこのぐらいですけど。あら、綺麗。綺麗ですか。綺麗。あら。あら。綺麗。やっぱりちょっと紅生姜が入ると味がね。うん、後でこれサランラップしといてもいいですし、昔とも分かんないんだよ、はい、それこれまた後で切りましょう。はい、はい、じゃあ、はい、じゃあ